アナフィラキシーショックで一時意識不明となり、療養していた歌手の浜崎あゆみが一日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。浜崎は豪華な白いドレス姿でソファに座る姿をアップ。この日に放送されるフジテレビ系音楽番組 FNS 歌謡祭第1夜午後6時30からに出演することを報告。春よ。 恋とノーウェイトゥーセイの2曲を2回に分けて出演させていただきます。リパターンのヘアメイクと衣装もお楽しみにと綴った。ストーリーズにも同様の写真を投稿したほか、英語で時間より大切なものはないと書いてある画像も掲載した。浜崎は11月4日に右足首を骨折していることを報告。 同6日の名古屋でのライブは車椅子で行ったが、同7日にアナフィラキシーショックで一時意識不明に、11月12日投稿のツイッターで精密検査を受け、病気が見つかったこと、右足首の手術を終え同16日に退院したことなどを明かしていた。